今回はタモさん必見こなれお団子アレンジのやり方をご紹介いたします。表参道の夏アヘアスタイリストの国部が解説いたします。今日のポイントは1失敗例のゴム1本で作った垂れ下がったお団子ヘア。これだとやぼったい印象になってしまうので NG です。2こちらは成功例、襟足のキュッと上がったこなれお団子。本日はこちらのやり方をご紹介していきたいと思います。本日のアレンジに使っていくのはシリコンゴム4本と他に飾りピンです。今回は飾りピンを2本用意しましたが、たくさんつけてあげても可愛いです。こちらは NG 例、多毛さんだとゴム1本でのお団子は重さで垂れてしまってかっこ悪いです。成功例をご紹介していきます。まず耳の上で半分に分けて束ねて、しっかり手ぐしで溶かして整えておきます。上半分の髪を分け目と平行に引き、タイトなお団子に結んでいきます。結び目は最後抜き切らないタイプのお団子にしていきましょう。出ている毛先が下になるように毛先の位置を整えてくださいね。お団子にした部分から左側の毛束を3分の1ほど抜き取っていきます。毛束を右向きにねじります。ねじった毛束をお団子の結び目の位置に右回りに巻きつけていきます。しっかりタイトにしてくださいね。巻きつけた毛先はしっかり結び目に添えてください。巻きつけた毛束の上をもう一度シリコンゴムで留めていきます。毛束が溶けないようにしっかりと絡め取りながらゴムで結んでいきます。お団子自体はほぐすので、この時少しぐしゃっとなっても大丈夫です。巻きつけた毛束が落ちないようにだけ注意してくださいね。では下半分も上と同じようにお団子を作っていきます。お団子の位置は下げないように少し襟足から上げて結んでいきます。こちらも同じように毛先が下に出るように根元はきつくしっかりお団子にします。左側の3分の1ほどの毛束を抜き取ります。毛束を右向きにねじりながら右回しに結び目に巻きつけていきます。この時しっかり結び目に添えてくださいね。毛束の先を押さえながらシリコンゴムで上からもう一度結びます。毛束が落ちてこないよう巻き込みながら結んでいきます。ゴム部分を押さえながら仕上げにお団子部分を軽くほぐします。最後に飾りピンをバランスよくつけていきます。この時ほぐしたボリュームは潰さないようにピンを押し込みすぎないようにしてつけていってくださいね。これで完成です。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなぁと思いましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。